はい、図書券でございます。でですね、こちらちょっと番外編としてですね、日付変わって今日ですね、今日の10時からの8005スクロールの株主総会の議案について、どうなっていくかに話したいと思います。はい。まずですね、株主提案。皆さん株主の方であればお手元にハガキとついたかと思うんですけれども、インターネットでもしかしたら賛成反対通した方もいらっしゃるかと思いますが、まずですね、株主提案って5号議案と6号議案っていうのがございます。で、5号議案としてですね、取締役1名選任、前田智樹さん。で、この方がですね、兵庫県議会の議員さんで、非常にですね、素晴らしい経歴の持ち主の方です。で、まだ40前半で、まだまだお若い方で、この方の提案なんですけれども、3万株を持たれているというところで、ほとんど取締役の方と同じぐらいの株数を持たれている方で、この方をですね、候補者とした理由としては、もちろん今までこの方は素晴らしい経歴ですんで、そこからの、ご提案だと思ってるんですけれども、やはりですね、ここですね、スクロールに関しては、決算でも分かった通り、やっぱ非常に保守的なガイダンスを出してくるというところはあるんですけれども、やはりですね、この通販事業者というのは低い PR、市場評価が常態化していると。で、時価総額の拡大には、コングリマとディスカウント引き起こす現行の DMC から、投資買収した企業を育成し IP をさせていく DMA への進化が求められると。ちょっと横文字で、何言ってんだよっていうところはあるんですけれども、いわゆるですね、どん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  IP をさせていって、時価総額を拡大させるっていうところが言いたいんじゃないかなと思ってます。で、実はですね、スクロール、今流行りの BNPL、Buy Now Pay Later のキャッチボール社っていうのも、子会社にあるんですけれども、そこを IPO とかさす、というようなご提案です。いや、これはいいと思ってるんですよね。はい。で、ネットプロテクションとかも上場しましたし、実際、仕事がですね、結構若い方って結構これ使ってるんですよ。BNPL、後払い。クレジットの予診の審査の問題とかもあると思うんですけれども、ただやっぱこういうのって結構まだまだこれから流行っていく余地は十分あるなと思ってます。で、せっかくこういった素晴らしいのがあるんであれば、この前田さんがおっしゃった通り、IP をさせて時価総額を拡大させていくというところがですね、株主への総利回りの向上、それにつながっていくんじゃないかなという提案ですね。いや、これはぜひやってほしいところです。で、ただですね、取締役会としては反対というような形になってるんですけれども、どうなっていくかとですね。はい。で、6号議案。同じく、前田さんの6号議案なんですけれども、自己株式取得の権。というところがありますね。で、スクロールは連結、配当成功40%を基本とする配当のみで、自社株買いは長年実施していないというところが、課題としての問題提起されているんですけれども、ただですね、総還元成功のうち配当と自社株買いの割合は PR や PEG でしょう。PBR など考慮して判断すべきと。で、スクロールの PER は約5.8倍、PBR は1倍と市場から評価されていないというところも課題提起されています。で、本提案は現状の低い市場評価を安価に EPS を向上させるチャンスと捉えた投資先としては攻めの自社株買いですと。
というところでですね、配当利回り、配当成功 40% だけでなく、自社株買いを実施して、その株主還元 しましょうよというようなところをですね、ご提案されています。ここに書いてあると、今後配当一辺倒で自社株買いも適切に配布した経済合理性を重視した株主還元。そう、株主総利回りの拡大っていうところも求められています。ちょっとこれですね、やっぱ自社株買い買う、どんどんやっていくっていうところは、いいことだと思ってますし、ちょっと配当に回るところが下がっていくと、ちょっとどうなるのかなっていうところはわからないんですけれども、個人としては、できれば配当利回りは、昨年のですね、高配当ぐらいの、6、7% ぐらいの自社株買いを実施すると。そういうところが理想ではあるんですけれども、ただ自己株式取得というところは、プラスになっていくんじゃないかなと思いますし、長年実施していないスクロールがやるには、結構ポジティブなサプライズになっていくんじゃないかなというところで、すごい、この第5、第6号議案は注目しています。ただですね、同じく議案に反対されているというところで、この5、6号議案が通れば、結構スクロールの株価自身もですね、面白くなっていくんじゃないかなというところで、明日はですね、結構目を外さずにですね、結果を見ていただければと思います。以上になります。